横断中にしてはいけないこと。お、猫だ。捨てられたのか。ケビン、青になったよ、早く。わかった。置いてけない。ダグ、待ってて。ケビン、危ない。ほら、危ないぞ。ごめんなさい。最近あちこちの横断歩道で子供の事故が増えてるの。どうすればいいかしら。信号がちゃんと動いてるか、これから行って確かめるよ。よし、アンバー、一緒に行こう。横断歩道へ行って、子供たちに正しい渡り方を教えるんだ。忍法、忍び足、忍忍。ママがご飯ですよって。うわ、わかった。それ何？なんでもない。子猫だ、すごくかわいい。ママに見つかっちゃダメだ。ケビン、スージー。うわ、わかった、今行くよ。スージー、いいかね。ごちそうさま。ごちそうさま。あら、さあ食べて、エリザベス。エリザベスじゃないよ。エリザベスよね。本当に可愛い。あら。どうしたの？エリザベスがいないの。あ、エリザベス？エリザベス？エリザベス？どこにいるの？きっと外へ逃げ出したんだよ。お兄ちゃん、エリザベスはどこ？エリザベス！どこ行っちゃったの、エリザベス？戻ってきて！おい、スージー、待ってよ！エリザベス！アンバー、7番通りの横断歩道を見に行ってみよう。そうね、さあ、渡ろう。スージー、見つけたよ。エリザベス。さあ、どいたどいた。危なかったよ、スージー。助けてくれてありがとう。スージー、横断歩道を渡っている時に引き返すのはものすごく危ないことよ。知らなかったの。わかったわ、二人ともしっかり聞いてね。道路をちゃんと安全に渡れる方法を教えるわ。準備はいい？たくさんの車が走る道路ではものすごく気をつけなきゃいけないの。すべての車がもう動いていないことを確かめてね。青信号でも同じように確かめるのよ。道路を渡り始めたら引き返してはいけないの。車に気づいてもらえないかもしれないから。戻らないといけないときは道路を渡り切ってから信号が変わるのを待つようにしてね。それから渡っている間は道路に落としたものを拾わないで。それにゲームをしたり本を読んだりして道路から目を離すのもダメよ。わかった。それから青信号がチカチカし始めたら渡らずに次を待とうね。わかったよ、ポリー。静かに。二人とも一体どこ行ってたの？スージー、それ何？あら、まあ、まあ、子猫じゃないの。そうね、あなたはミトンズよ。違う、エリザベスなの。ミトンズがいいわ。まあ、なんて可愛いのかしら。
火遊びは絶対にやめよう。みんな、あっちはキャベツ、こっちはレタスと美味しいほうれん草。わあ、見てよ。あそこで何してるんだ。そしてこうすると何してるの。わあ、びっくりした。チャールズ、来てごらん。ピーターが虫眼鏡で木を燃やすよ。え、ピーター、火遊びはダメだよ。遊びじゃないよ。そうさ、太陽の力を試す科学の実験さ。見て、火がついた。うわあ、燃えすぎじゃない。うわ、じゃあみんな集まって。よし、行くぞ。バイバイみんな、また来てね。あ、電球が変だぞ。あ、火事だ。聞いたかい、トラッキーの家が火事になったんだ。え、やだ、何があったの。レスキューチームも出動したらしいよ。ひどい火事さ。まあ、トラッキーは無事かしら。火事は僕たちのせいかな。でも、ちゃんと火は消したよ。ねえ、火のこと正直に先生に言おうよ。なんだって。チャールズ、冗談だろ。先生に話したら親にもバレるし、レスキュー隊に通報される。刑務所に入れられるぞ。刑務所だって。ダメだ、刑務所は嫌だよ。だからトラッキーの家でのことは誰にも話すな。でも、クリニー聞いた？トラッキーの家が火事になって大怪我したって。本当に重傷なのかい。包帯ぐるぐる巻きで寝てるそうだよ。ああ、やっぱり僕は本当のことを言う。なんだって。ダメだよ、秘密にするって約束したろ。僕も言う、トラッキーの怪我は僕たちのせいさ。ねえ、言わないでよ。いいか、誰にも言うなよ。分かったよ。ただいま。おかえりピーター。聞いた、トラッキーの家が火事ですって。ああ、ママ疲れてるから寝てくる。何かあったのかしら。あら、お兄ちゃん落としたわよ。ああ、返せよ。あれ、あれ、ん、ピーター、あなたが火事を起こすなんて。シンディ、誤解だよ。トラッキーのうちに火をつけたの。まさか、うちの息子がこんなことを。パパ、ママ、そんなことしてないよ。ピーター、ジョニー、チャールズ、なんでそんなところにいるんだ。ピーター、なぜこんなことをした。お前のせいでこの邪魔だ。トラッキー、本当にごめん、僕のせいだ。話ってなんだい。トラッキーの家の火事は僕たちのせいだ。トラッキーの怪我もね。悪気があったわけじゃないけど謝るよ。本当にごめんなさい。ジーン、新鮮な果物持ってきたよ。あれ、あれ、え、トラッキー無事なの。え、みんな、今回の火事は電気のショートが原因だったんだよ。手を少し火傷しただけさ。大怪我じゃなくて本当に良かったよ。待って、トラッキーのガレージで何をしてたの。それは君たち、火遊びはとても危険だ。二度としちゃダメだよ。いたずらにマッチやライター、ろうそくや虫眼鏡で遊んではいけないよ。大火事になるかもしれない。プラスチックや紙、トイレットペーパーや木はとても燃えやすいよ。あっという間に火が広がるから気をつけるんだ。火事が起きてしまった時には焦らずにすぐに119番に電話して消防車を呼ぼう。もう二度とやらないよ。反省するのはいいことよ。でも罰が必要ね。反省文を10枚書いてもらう。
10枚も許してよジン。風邪を予防しよう。ジョニー、これを見ろ。どうしたの？とっても可愛かったの。チャールズは？風邪をひいてお休みなんだ。残念だな。僕はブルームズランドに行くんだ。ブルームズランド？うん、ジェットコースターやゴーカートがあるんだぞ。楽しそうだ。クシュッ。うわ、なんだよジョニー、やめてよ。ごめんピーター。クシュッ、クシュッ、クシュッ。楽しみだジン、戻ったよ。みんなお疲れ様。なんなのそのマスク、面白い。ジン、風邪をひいたの？ジン、そうなの？今街中で風邪が流行ってるみたいなの。マスクをしていた方がいいのよ。冷たい風を防げて温まるし、風邪の予防にもなるわ。そうだね。だからヘリー用のマスクも用意したわ。うわ、僕はいいよ。ちょっと試してみて。営業しとくよ。ちょっとでいいから。ピーター行くぞ。いいぞ。やったー、ジョニー今の見てた？ピーター、もう家に帰るよ。なんだよ、もう帰るのか。じゃあね。ジョニーは弱いな。ピーター、やるぞ。わかった。またゴールを決めるぞ。ただいま。おかえり。あ、クッキーがあるぞ。美味しそうだ。ピーター、帰ったらまず手洗いでしょ。一つだけ。お兄ちゃん、それは明日食べるクッキーなのよ。味見しただけだ。お兄ちゃん。まずは動物園に行って花火も見て。早く明日にならないかな。朝だ、ブルームズランドに行くぞ。やったー、ブルームズランド行くわよ。天気もいいし楽しみだな。ねえ、忘れ物はない？ないさ、ランチもカメラも持ったぞ。敷物は？お、すっかり忘れてた。もうやっぱり。ピーター、風邪ひいたの？違うよ、元気だよ。本当に？もちろん、トランクだって一人で運べるよ。ほら、大丈夫でしょ。フラフラしてきたぞ。でもブルームズランドへ行くんだ。さあ、これで全部揃った。よかったわ。お兄ちゃん。ピーター。大変だ、危ない。お兄ちゃん。ピーター。ひどい風邪ね。薬を飲んだからじき熱は下がるわ。ありがとう。ブルームズランド。回復するまで家で安静にさせておいてね。外に出るのは久しぶりだ。こんにちは。ピーター。こんにちは。ピーター、体調はどう？ゆっくり休んだらもう元気になったよ。もう風邪はゴリゴリだ。少し気をつけるだけで風邪は予防できるのよ。そうなの？周りで風邪が流行っていたらマスクをしてね。ウイルスを防げるわ。外出から戻ったら絶対に手を洗ってね。歯を磨けばほとんどの風邪ウイルスを除去できるわ。寒いと免疫力が落ちて風邪をひきやすくなるの。寒い日は暖かい服を着てね。くしゃみをするとき、口を手のひらで押さえると手にウイルスがうつるから、他の場所で口を押さえてね。風邪をひいたら無理をせずにしっかり休むのよ。わかった？うん、アンバー、
ママ、ブルームズランドに行こう。もう大丈夫なの？もちろん、もう全然大丈夫さ。まだダメそうね。大丈夫だよ。大丈夫だよ、もう治ったってば。事故に遭った時にすること。今日はジェニーの家で宿題をやろう。うん、3時に家に来てね。でも3時はおやつの時間だよ。もう食べ物の話ばっかり。大丈夫よダグ、おやつに美味しいカップケーキを焼くから。カップケーキ？うん、君の手作りなんて食べないよ。別にいいわよ。じゃあその分は僕がいただきだ。やった。ダグ、おやつ食べてないじゃない。いいんだ、あのおやつはジェニーのカップケーキの後に食べることにしよう。ちょっと坊や、いいかね。はい。道を聞きたいんだが。どこまで？病院までの道を知ってるかい？一番早い道はあの角を曲がって、それからあそこをあっちに曲がって、それからこっちに曲がって。詳しく言ってくれ。あっちへ行ってこっちへ行ってじゃわからんよ。ああすみません。一緒に行きましょう。ついてきて。おお、ありがとう。さあ着きましたよ。どうもありがとう。いいえ、それじゃあさようなら。遅くなっちゃう、急がないと。ココ降りてきて。あ、ココお願い降りてきて。メアリー、どうしたの？ダグ、ココが木に登っちゃって降りてこないの。僕が下ろしてあげるよ。ああ、はい、メアリー。ここ、ね、大丈夫？さて、もう行くね。タグ、ありがとう。いいよ。早くしないとカップケーキがなくなっちゃう。ああ、信号渡っちゃわないと。よし、青になったぞ。そんな風に渡っちゃダメじゃないか。ごめんなさい。怪我はしてないかい？いい、大丈夫です。もう行かないと。ねえ、ちょっと待って。あ、これは大変だ。その子は逃げちゃったの？ああ、待ってって言ったんだけど追いかけられなかったんだ。その子は怪我をしてるかもしれない。名前は言ってなかった？いや、でも茶色い髪で顔にそばかすがあって、あと、あ、青い縞のある服を着てた。茶色い髪、そばかす、縞のある服。ダグ、遅いじゃないか。まさかおやつ食べてたの？いや、僕はただ。いいわ、とにかく宿題を始めましょう。そうだね。ねえダグ、一体どうしたの？膝から血が出てるわ。その車に引かれたんだ。病院に行かなきゃ。でも、ポリー。あの子だ、間違いないよ。やっぱり君だったか。あ、ポリー、僕良くないことをしたけど、でも捕まえないでお願い。大丈夫だよダグ、捕まえに来たんじゃない。君が心配できたんだ。怪我をしてないかい？これでよしと。でもダグ、大丈夫だからって事故の後行っていいってことじゃないからね。どうしたらいいかわからなかったんだ。車とぶつかったらやらなきゃいけないことがあるんだ。今から話すからしっかり聞いてね。うん。車とぶつかってしまったら焦らず、まず落ち着いて、お家の人に連絡して事故のことを話そう。それから運転手と一緒に病院に行くんだ。運転手から電話番号を聞いて、必ず車のナンバーもメモに書いておこう。事故を見かけた人に何が起きたかを説明してもらってもいいよ。君が悪い。だからみんな今言ったことを忘れずに気をつけるんだよ。うん、ポリー。いや、こんにちはみんな。あ、また会えましたね。おお、君か。友達に会いに病院へ行ったんだが、君が連れてきてくれなかったら会えなかったよ。それは良かったです。あら、ダグ。やあ、メアリー。
ココを木から下ろしてくれて本当にありがとう。なんだダグ、おやつを食べてたから遅れたんじゃないんだね。町の人たちを助け回ってたんだったら言ってよ。ああ、違うよ。おやつの時間もう過ぎちゃったんじゃない？私の家に戻ってカップケーキを食べましょう。イエーイ、もう待ちきれないよジェニー。僕もちょっと食べるかも。あげないもん。消火器の使い方。なんだって？本当に？本当よ、私踊れないの。私のせいでダンスコンテストは勝てないわ。じゃあどうする？踊れないなんて知らなかったよ。心配しないで、僕が教えてあげる。いいよジョニー、シンディはこの町一番のダンスマシーンから教わりたいはずさ。君がダンスマシーンなら僕はキングオブダンスだ。僕と張り合うつもりか？受けて立つよ。ボヤン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 、結構いいよジョニー。はっ、そっちもなかなかいいぞ。へい、これはどうだ？こっちも。もちろん僕もダンスはできなかった。でも二人のおかげで少し上手くなったよ。本当？うん。じゃあビリにはならないわね。ビリだって。優勝だよ。私たちが優勝？よし。すごいぞ。やったわ。ここにも一つ置こう。必要な数の消火器を置き、その場所を覚えておくこともとても大切なんだ。わかったわ、説明してくれてありがとう。もちろん、コンテストもすごく楽しみだ。子供たちもすごく練習したのよ、見に来てね。もちろん。前がほとんど見えない。あれ、こんなところにあったら危ないよ。いいぞ。具合が悪くなりそう。やあみんな、ピーター、私たちの番は次よ。聞いて、秘密兵器があるんだ、見てくれよ。秘密兵器？わあ、どんなのよこれ。次のグループを紹介します。シンディ&ブルームズタウンボーイズです。どうしたんだい？誰か助けて、何も見えないよ。恥ずかしいわ。さあシンディ、これをつけて優勝するんだ。ほら大丈夫だよ、任せろ。できるわけないじゃない。何か始めるぞ。ねえ、何も見えないよ。頼りになるだろ。行くぞシンディ。行きましょう。まだボギーの用事教えてくれるよ。強くて勇敢な僕らのヒーローが一緒に学ぼう。火の使い方を一緒に学ぼう。ロイが教えてみんなステージから降りるんだ。わかった。消火器を置く場所には意味があるんだ。怪我がなくてよかった。本当に悪かった。もっと大変なことになるところだったよ。消火器があるのも知らなかったな。僕もだ。みんな聞いてくれ、消火器は消防車と同じような働きをするんだ。消火器は必ず手が届く見えるところに置いておくこと。
日が当たる場所や湿った場所には置かない。壊れたところがないか時々チェックしよう。中の薬剤が固まらないよう月1回振るんだ。はい、ありがとうロイ。シンディ、今日のダンス最高だったよ。そうだよ、すごく素敵だったよ。ありがとう。一生懸命練習したのにもう終わってしまったのね。それはどうかしら。後ろを見てみて。え？アンコール、アンコール。あ、なに？いいぞその調子。ゴロウ、早くボール持ってこい。みんなが広場で待ってるぞ。うん、ボール遊び。本当にもう、あいつ置いていっちゃいたいよ。置いてく、置いてく、置いてくって。そりゃいい考えだ。お兄ちゃん、持ってきたよ。ブルニー、とびっきり楽しいボール遊びをしたいか。だったらはしごが必要だな。はしごがあればボール遊びがもっと楽しくなるぞ。そうなの？はしごはどこにあるの？あっちさ。ん？ビルダーさんの家の裏だ。ブルニーは力持ちだから一人で持ってこられるよな。うん、僕力持ち。やっほーい。はしご、はしご、はしご、はしご。ごめんブルニー、だけど今日だけは我慢してくれ。楽しい乗り物だ。どうした、また落として、うん、今日は調子が悪いな。うん、ごめん、もう一回行くよ。やっぱりブルニーがいないとたくさん遊べるね。ブルニーは大丈夫かな。お兄ちゃん、どこなの。やっぱり心配だ。みんな、僕はそろそろ帰るから、みんなで遊んでて。ブルナー、あいつ急にどうしたんだ。お兄ちゃん、空耳まで聞こえるぞ。お兄ちゃん、え、お兄ちゃん、ブルニがあったら僕どうしよう。大丈夫、絶対無事に出られるさ。ブルニー、僕たちが迎えに行くから心配いらないよ。早くって、怖いよ。行こうロイ。ヘリー、こっちだよ。始めようロイ。うん、怪我はないかい？うん、怖かったのによく我慢できたね。すぐに出してあげるよ。うん、あれのせいか、急いで登らないと。ロイ、引き上げてくれ。ブルニー、僕が下から見守ってるから平気だよ。
ボリー、どうしたの、ボリー。僕は大丈夫。よし、捕まってて、引き上げるよ。ブルニー、びっくりしたね。さあ、上がろう。僕が置いてけぼりにしなければこんなことにならなかったのに。心配しないで、ブルニーはきっと無事よ。お姉ちゃん、ブルニー、お姉ちゃん、すごく怖かったよ。お兄ちゃんのせいだ、ごめんな、ブルニー。ああ、どうしよう、大変だ。暗くなってきちゃった。一体どこに行ったんだろう。ぬいぐるみが見つからなかったらどうしよう。スクールビー、ポリー、何か困ってることでもあるの。うん、約束を守れないかもと思って心配なんだ。誰と約束をしたんだい。アニーって子を知ってる。アニーは確かほっぺの赤いそばかすのある子だね。そうだよ、実はアニーの弟がいなくなっちゃって。え、弟がいなくなった。弟って言ってもぬいぐるみで、名前はアルフィーでね、兄にとってアルフィーは弟みたいに大事な子なんだよ。だから僕が兄に弟、いや、そのぬいぐるみを絶対見つけてあげるって約束したんだ。今日の夜兄が寝るまでに。わあ、だけどいくら探しても見つからなくて、僕このまま嘘つきになっちゃうのかな。スクールビー大丈夫、僕も手伝うよ。本当に。うん、レスキューチームがぬいぐるみを一緒に探すよ。君が約束を守れるように。ただいま。もうみんなに届けたの。僕が一番に終わったんだ。すごいわね。みんながとっても喜んでくれたから頑張れたよ。これから落とし物を届ける仕事は全部ヘリーにお願いしよっと。え、あ、それはところでポリーは遅いわね。ほんとね。ポリー、まだ終わらないの。あなたが帰ってきたら今日の任務は終了よ。みんなごめんね。手伝ってほしいことがあるんだ。どうかしたの。スクール B の約束を守る、とっても大事なことなんだ。スクール B の約束。詳しいことは会って話すから、みんな広場に来て。了解。それじゃあみんなで手分けしてぬいぐるみを探そう。了解。ぬいぐるみ？僕は見かけてないけどな。あ、あったぞ。うわ、ただの石だ。あちこち探したけど、どこにもないわ。ダメだよ、絶対に見つけなきゃ。兄はぬいぐるみがないと眠れないって言ってたんだ。僕のせいで眠れなかったら、すごくすごく大変だよ。どうしよう、やっぱり僕は嘘つきになっちゃうのかな。約束を守れないスクールビーだって。スクールビー、心配しないで、きっと見つかるわよ。ジン、ポリー、いいニュースがあるわよ。いいニュースって？戻ったら教えてあげる。スクールビーも連れてきてね。スクールビーも？じゃじゃーん。うわ、兄の弟だ。どういうことだい？バス停で拾ったんだけど、忙しくてすっかり忘れちゃってたんだ。そうだったんだ。でもぬいぐるみがあってよかった。ごめんね、もっと早く持ってくればみんな大変じゃなかったのに。いいんだよクリニー、君のおかげで無事に見つかったんだから。本当？そうさ、本当にありがとうクリニー。それからレスキューチームのみんなもありがとう。僕のために力を貸してくれて。どういたしまして。さあスクールビー、そろそろアニーが寝る時間だ。早くぬいぐるみを持って行ってあげて。うんうん。アニー、もう寝る時間よ。早くお部屋に行きなさい。もうちょっと待って。
わあ。スクールビー、兄、早く乗ってみて。あ、アルフィー、アルフィー、アルフィーだ。スクールビー、ありがとう。あれ、この名札は何？プレゼントさ。これからは大事なものにはちゃんと名前を書いておくんだよ。わかった、ちゃんと名前を書く。もうアルフィーが帰ってきたから寝られるよね。うん、ぐっすり眠れる。スクールビー、約束を守ってくれて本当にどうもありがとう。僕も約束を守れて本当に本当に嬉しいよ。この辺で子供を見ませんでしたか？いや、すまない。見つかるといいね。どこに行っちゃったんだろう。さっきまで隣にいたのにな。あ、もう僕の家に帰ったのかも。ブルニー、ブルニー、ブルニー、ここにいないならどこにいるの？マックス。あ、いや、ブルナ、帰ってくるの早かったね。二人がうまくやってるか気になって見に来たんだ。ブルニーは？二人でかくれんぼでもしてたの？いつも遊んでたから隠れそうな場所はわかる。ブルニー、もう出てきていいぞ。かくれんぼじゃないんだ。え？じゃあどこ行ったの？ジン、明日なら呼んでもいい？何回言えばわかるの？今週はダメ。ジンにも都合があるんだよ。どうしてブルニーのことだとそうしつこくするの？あ、ブルナ。ジン、助けて。何があったの？今ポチャン橋にいるんだけど、ブルニーがマックスとレスキューセンターに向かう途中で迷子になったんだ。大変だ。わかった、すぐにレスキューチームを出動させる。ブルニーが心配ね。何も起きてないといいけど。ほらね、だからさっきブルニーを呼んでおけばよかったんだよ。みんな落ち着いて。ロイ、アンバー、僕たちは橋を見に行こう。うん、フェリー、町中にブルニーの写真を貼ってみんなにも探してもらうんだ。ジンはここで待機していて。了解。ずっと一緒にいればよかったよ、ブルニー。ごめんよ、ブルナ。レスキューチームだ。迷子になってから1時間くらい経つんだね。そうだよ。思ったより長いな。探す範囲を広げた方がいいよ。うん、ロイは川沿いを探して、僕は道路を探す。アンバーは町を探して。わかった。ブルニーが戻ってくるかもしれないから、2人はここで待ってて。いや、待ってる。よし、行こう。うん。ブルニー、ブルニー、コリー、みんな、そっちはどう？今のところ誰からも目撃情報がないんだ。まずいな、暗くなってきた。これはブルニー？ブルニーが迷子なのか？ねえ、タイタン。お、やあ、みんな、ちょうどよかったよ。この子はブルナーのいとこ？そうだよ、この子を見なかった？それがちょっと前なんだけど、ブルナーがフクロウの森に向かっていくのを見たんだ。姿が似てたからそうだと思ったけど、もしかしたらブルニーだったのかも。タイタンが見たのはブルニーだったんだよ。うん、きっとそうだね。慌てて道がわからなくなったのね。ヘリー、なんだい？ブルニーはフクロウの森にいる。先に行って探してほしいんだ。僕たちもすぐ行く。了解。ブルナー、お兄ちゃん、レスキューセンターはどこにあるんだろう。怖いよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ブルニー、ブルニー、聞こえる？
見つけたよ。きっと近くにいる。今いる場所を教えるからこっちに来て。よし、みんな行こう。うん。ブルニー、ブルニー、どこだい。ブルニー。誰？ブルニー。ヘリー。ああ、見つけた。大丈夫？もう出てきていいよ。ヘリー。こっちだよ、こっち。ブルニーもいるよ。無事で本当に良かったよ。早くお家に帰りたい。ブルニーともう少しここにいてほしい。ブルナーはもう少し仕事をやらなくちゃいけないんだ。ブルニー、もう少しここで待っててくれるかい。いいよ、僕ここで遊ぶの大好き。ブルニーとっても楽しそうだね。他のみんなも楽しいかい。ブルニーのやりたいことに合わせて遊んでるんだ。君たちは素敵だね。会ったばかりの子と仲良くできるなんてさ。だね。ん？新しい遊具かい？トランポリンのこと？少し前におじいちゃんがプレゼントしてくれたの。でもミニー本人はあんまり遊んでないけどね。それは大人がそばにいないと遊んじゃダメだっておじいちゃんと約束したからよ。えらい。トランポリンで遊ぶときはよく注意しないとね。その通り。それじゃあ僕たちは帰るけど、みんな仲良く遊ぶんだよ。わかった。はい、さようなら。じゃあまたね。トランポリン乗ろうよ。ダメよ。ブルニー、ちゃんと話を聞いてなかったのかい。今は遊べないんだ。それが何？僕はやるよ。ダメだって。どいてってば。ブルニーと他のみんなは仲良くやってるの？うん、もうみんな親友って感じだよ。ブルニーはとても楽しそうだったね。アンバーの言った通りで、ブルニーにはおもちゃより友達が必要だったんだね。いい友達がブルニーにできてくれて嬉しいわ。イエーイ。ほっほー。おりてよブルニー。嫌だよ、これ最高だ。わからずやね。イエーイ。もういい、ブルニー無視しましょう。そうだね。みんな、そんなのやめようよ。僕すっごく上手でしょ。イエーイ。丘の方だって見えるよ。わー、レスキューチームの方も。振り向いちゃダメよ、ブルニーなんていないんだから。もし事故が起きたらどうするのさ。みんな見てよ、こんなに高く飛べるんだよ。ほら見て。おお。誰か助けて。またふざけてるのよ。振り返っちゃダメ。やあみんな、楽しかったかい。わあ、ブルナー。ブルニーはいるかい。え、なんてこった。ブルニー、ブルニー、ブルニー、ピンチ に任せて、子供たちと安全な場所へ避難するんだ。わかった、さあ行こうみんな。ポリ、トランポリンがあるせいで下にレスキューマットを敷けないの。こっちにも問題が。アームを伸ばすのに十分なスペースがないんだ。わかった、アンバー、まずはこのトランポリンを動かそう。その後ロイがブルニーを救出だ。了解。ありがとう。怖いよ。
落ち着いてブルニー、バランスが崩れちゃうよ。みんな急いで。もうちょっとよ。ロイお願い。了解、行くよ。ヘリーもうちょっとだ。わかった。怖いよ。大丈夫だよ、僕たちを信じて。ヘリーいいぞ。えい、これでいい。下ろしてロイ。わかった。頑張ったねブルニー。助かったよ。ながら歩きは危険だよ。ほら見て、カブトムシの幼虫だよ。わあすっごい。よし、一週間交換しよう。うわやったー、やばい。またね。うわ面白そうだな。ねえこれ買ったの？ティムから借りたんだ。ケビン、ダグ、早く乗って。今行くよ、スクルビー。あ、ケビン、こっちだよ。幅は 27.5、高さは32。まあ、ジン、大丈夫？大丈夫。長さを全部忘れちゃったわ。ジン、歩いてる時はいつも足元を見なきゃ。そうね。そういえばポリーは？学校帰りの子供たちを見守ってる。そうなの。ケビン、ケビン、すっげーめちゃくちゃ面白い。ケビン、聞こえなかったの？聞こえなかった。スージーを見てて、今忙しいの。ねえ、この本読んで。狼はお家にふうふう息を吹いて、子豚たちは幸せに暮らしました。おしまい。ちゃんとお話読んでないでしょ。ほら、兄ちゃんは忙しいんだ。一人で遊んできな。気をつけて帰ってね。さよなら、スクールビー。ケビン、サッカーの試合するよな。え、今日ちょっと僕用事があって。どうしちゃったんだよ、約束すっぽかしてばっかりだ。ごめん。じゃあ行かなきゃ、またね。あ、ケビン、もう。やった、やっとゲームができるぞ。こんにちはポリー。こんにちは。そろそろ終わりにしよう。やあポリー。こんにちはダグ、サッカーしに行くのかい？ケビンは一緒に行かないの？おや、行かないって。ケビンのやつサッカーしてる暇なんてないみたい。え、どうしてかな。わかんない。いけ、ピンクズボンやっつけろ。やっと。よし、これで決めるぞ。いくぞ。いや、これでも食らえ。よし、とどめだ。やるな。よし、すげえ、スーパージョン。おい、一体何が分かったんだ。やられちゃう。やった、勝ったぞ、イエーイ。やった。ここどこ。何が起こったのケビン。ゲームをしてて、そしたら。そしたら？ふと顔を上げたら道路の真ん中にいたんだ。ケビン、歩きながらゲームをするのはものすごく危ないんだよ。道を歩いてる時は周りをよく見るんだ。歩きながらゲームをしたり本を読んだりしてはいけないよ。
ながら歩きは目をつぶって歩くよりも危ないんだ。いいかい、ゲームをしたり携帯電話を使ったりメールを打ったり本を読んだり大きな音で音楽を聴いたりしていると前から来る車に気づけなくてとっても危ないんだ。分かったよポリそれからケビン、ゲームは面白いけど友達とサッカーをする方がずっといいよ。そうだね。こっちこっち、惜しい、頑張って。このままじゃ負けちゃうよ。負けないよ、本当の勝負はこれからさ。ケビン、いいかダグ、行くぞ行くぞ、ほらこっちこっち。さあこれで決めるぞ、シュート。ズコ、夜道は危険がたくさん。懐中電灯、たくさんのジュース、あ、地図、あとチョコレート。食べ物より大事なものがあるだろ。急に食べたくなるかもしれないだろ。はあ、分かったよ帰らないの？うん、何これ。君には関係ないだろ。あっそう、先生はそう思わないかもね。ジュニー待って。何よ。僕たち今日の夜ホタルを探しに行くだけなんだ。ホタルがいる場所知ってるの？うん、フクロウの森にたくさんいるらしいんだ。だからホタル探しの冒険を計画してたんだよ。すごい、私も一緒に行くわ。でも危ないんだよ。分かってる、だから一緒に行くのよ。勇気のある人がいた方がいいでしょ。よし、じゃあもっと食べ物持って行こう。あもうごめん。じゃあ地図を見ましょう。うん、ダグ懐中電灯出して。わかった。じゃじゃーん。ダグ、それはソーセージだろ。おかしいな、持ってくるのを忘れたみたい。なんで確かめなかったの。ケビン、地図は。あれないみたい。どうして地図を忘れるの。絶対リュックに入れたはずなんだ。これじゃダメね、私帰る。ねえジェニー待って、道は覚えてるから。本当本当さ、ついてきて。よし、冒険の始まりだケビンがいなくなった。出ていく音をスージーが聞いたらしいんだけど。うん、それで床にこれが落ちてたの。ん、これ何の絵だろう。地図みたいね。あ、ホタルだ。どうしてフクロウの森ってこんなに怖いんだろう。ああ、どうしよう、ヘッドライトが。もう一つのライトが外れる前に急いで森を出なくちゃケビン、この道で合ってる？遠すぎるんじゃない？そんなことない、この辺りのはずだよ。このままだと森のお化けに会っちゃうかもね。お化けなんて嫌だよ。ねえ見て、あれってホタルだわ。見つかるって言っただろ、さあ行こう。ねえ待って、あれライトみたいに見えない？うん、そうだね。お化けだ。あ、見つけたぞ。あ、大変、スプーキーだ、スプーキースプーキー、君だなんて驚いたよ。暗い時はゆっくり走らないと。そうだね、ポリー。
でも怖かったんだ。ごめんよ。大丈夫だよ、スプーキー。暗い時はいつも以上に気をつけるのが大切なんだ。暗いと人も運転手もお互いのことがよく見えなくなるんだ。暗いところを歩くなら明るい色の服か反射するものを着よう。そうすると運転手からも見えやすいよ。車が来たらまず落ち着いて止まって端に寄って車が通り過ぎるのを待ってから歩き始めよう。こうすれば運転手も君も安心だ。それからもう一つ、夜外に出るときはお家の人に聞いてからにしましょうね。よく知っている道でも夜になると違って見えるの。あれ？だから怖くなったり迷子になったりするわ。さあそろそろ帰ろう。お家の人が心配してるよ。うん、そうだね。見て、すごいよ。綺麗。やった。